今日は9月の19日の火曜日です。用なしを書きます。用なしの形をまず描きました。あと先っちょに、これは何て言うんでしょうかね、あの枝ぶりのようなところを描きました。それでは用なしのデッサンができましたので彩色に入ります。用なしのなしの部分の彩色が終わりましたので、今度は先っちょの枝ぶりのところを描きます。これで洋梨の絵が仕上がりました。